安川、平山論争は、2001年に、名古屋大学名誉教授の安川寿之介と、静岡県立大学国際関係学部助手の平山洋との間でなされた、論争のこと。論争は、福沢諭吉がアジア諸国を別視していたかどうか、が、問題となって行われた。さらに、福沢がアジア諸国を別視していた証拠とされる、時事新報論集は、 無書名の論説からなるため、時事新報の無書名論説を福沢が執筆したのか、どうか、も議論された。2001年は、福沢幸吉の没後100周年に当たるため、福沢の再評価やイベント、関連出版などが行われた。朝日新聞は2001年1月11日に、オピニオン欄で、新しい世紀を、福沢幸吉の思想、 精神で迎えようという記事を掲載した。この記事に対して、安川は批判の手紙を送ったが、返答はなかった。そのため、安川が、編集局長宛に、朝日新聞の社員教育は一体どうなっているのか、という抗議文を送ったことが契機となり、同年4月21日の同志、私の視点ウィークエンド欄に、論説、福沢幸千アジア別紙広めた。 思想家が掲載されることになった。論説、福沢幸吉アジア別紙広めた思想家の内容は、安川の、福沢幸吉のアジア認識日本近代史像を捉え返すの要約であった。2001年4月21日の朝日新聞に掲載された、安川の論説、福沢幸吉アジア別紙広めた思想家に対して、平山が反論。 福沢諭吉アジアを蔑視していたかを掲載したことで、安川、平山論争が始まった。朝日新聞史上の私の視点ウィークエンドでの論争は以下の通りである。同年5月21日に、安川は慶応義塾大学で講演を行い、講演資料で、福沢論争批判は事実に基づいてという再反論を掲載した。この資料に対して5月30日に、 平山は再々反論を行った。さらに、5月30日から6月26日の間に、安川と平山との間で往復で3回の意見交換が書簡で行われた。意見交換の中で、平山は公開書簡、福沢論争事実としての福沢全州において、安川が福沢諭吉全州の8巻から16巻までを占める。 自自新法論集を無条件に受け入れているのは不自然であるという意見を述べた。この意見に対して安川は無署名の論説からなる自自新法論集を編纂した石川官名の作業は確実であり侵略的思想家としての福沢像にも揺るぎがないとの意見を述べた。この意見に対して平山は福沢批判者の多くが福沢自身の言葉は 信じようとしないのに、石川著の、福沢諭吉弁と、同編、時事論集は、全面的に信頼するというのはどうしたことなので、あろうか。平山博士、平山2004、241ページと批判し、こうした傾向を、石川への盲目的愛と名付けて、公開書簡なぜ、安川樹之助は各くも、石川官名を愛するのかを発表した。 この批判に対して、安川はおそらく、日本では最も厳しい福沢諭吉評価をしている一人の、安川に、その福沢と一心同体とも言える、忠実そのものの弟子であった、石川への盲目的愛などあろうはずはない。安川樹之助、安川2006、34ページと反論した。その後、平山は、慶応義塾。 福沢研究センターで文献の調査を行い、2002年5月から、福沢諭吉の真実の執筆を始めた。同書が完成したのは2003年4月で、2004年8月20日に、文芸春秋から発行された。同書の、はじめに、で、平山は、原稿版、前週のうち第7巻までの著作と、第8巻から第16巻の、自主新報論集とは、 そこに収められた経緯が全く異なっていることを重大視して、すなわち第七巻までは、署名入りで交換された著作であるのに対して、時事新報論集は、その大部分が無署名であり、大正版、福沢全集と昭和版、続福沢全集の編纂者であった弟子の石川、官名が、時事新報の紙面から選んだものを、そのまま引き継いで収録しているに過ぎない。原稿版、 前週の第16巻には、福沢の没後数ヶ月してから掲載された論説が6編収められているのであるが、これらを本人が書けたはずがないのは言うまでもないであろう。平山博士、平山2004、10ページと指摘した。安川は、平山の福沢幸吉の真実と、その理論的な根拠となる、伊田信也大妻女子大学教授の歴史とテクスト。 西角から行吉まで等を批判した、福沢行吉の戦争論と天皇正論、新たな福沢美化論を批判するを出版した。安川は、同書の前書きにおいて、本書は、語彙や文体から寄草者を推定する、イダメソッドによる、福沢行吉全集無署名論説の筆者の再認定作業を行い、アジアへの侵略、別紙や天皇尊厳を説く社説は、 民族差別主義者、天皇賛美者の石川官名らが起草した、論説であるという、誤った認定に基づいて、新たな福沢諭吉の美化、偶像化を図った、平山博士、福沢諭吉の真実、井田信也、歴史とテクストの二丁、全面的な語尾の書として批判したものである。安川寿之介。 安川2006、前書きと宣言し、同書の執筆目的を明らかにした。平山は、福沢諭吉の戦争論と天皇正論の内容に、対して、ウェブ上で、福沢諭吉の戦争論と天皇正論の、蓄語的中を発表した。平山は2012年に、それまでの福沢研究を集めた、アジア独立論者、福沢諭吉を出版した。 特にその第3部において、安川の福沢諭吉の戦争論と天皇政論に対する反論を収録している。また、安川の説を支持し、平山の説に反対した杉田里氏の福沢諭吉朝鮮、中国、台湾論集の解説に対して反論した論説も収録している。平山は、同書の、はじめににおいて、以下のように解説している。 第3部は、時事新報掲載の諸論説に対するありがちな批判に、答えることを目的としている。具体的には、安川樹之助著、福沢諭吉の戦争論と天皇正論、新たな福沢美香論を批判すると、杉田里志編、福沢諭吉朝鮮、中国、台湾論集、国権拡張、脱話の果ての解説への反論を中心に、 その他の批判への応答を試みつつ、これまでの説著への反響について扱っている。平山博氏平山2012、数ページ。ありがとうございます。